ー最高でした。あー取る、いいっすね。やったぜ、エビくん、川瀬さん。ナイスナイスナイス。はい、出した。試合から1日経ちました。じゃあレースはね、25秒6で、俺はもう5番かな。5番全然、全然けど、まあ、自分は全然と思ってるよ。ベスプラ 0.9 なんやけど、その、全然俺は悲壮感もないし、まあそんなもんやろうと思う。くらいやし、まあ水着とかも抑えてるし、そんなもんやろ。で、俺はもうそのまま、その、まあ今日のメインよね。この、北九州市水泳協会優秀選手のトロフィーを仲間たちと一緒に、仲間たちと一緒にもらったことが、やっぱもう俺今日のハイライトかな。もう、それがいっちゃ面白い。嬉しかった。これはもうほんと嘘偽りないです。しかも、自分の個人の時よりも、やっぱ俺はリレーの時の方が、嬉しかった。で、本当は、ま、塩谷も、入れて4人で、その、表彰のとこ登ってね、なんかしたかったんやけど、まあ、仕事で来れなかったけん。
結局、まあ、森くんとエビくんと、3人で上がって、なんか俺ね、ちょうどその森くんとエビくんの、うわーってなってる時の顔を見るとね、ほんとなんか俺、すげえやっててよかったなと、うん。再確認できたね。2023はやっぱ、仲間が、楽しんでくれる。楽しんでくれた、うん、なんか一個の証明になったんじゃないかなと。でもね、結構俺すごいと思うね。やっぱ、実際さ、去年なんか、2022年ですか。で、俺そこで結局肩を痛めたんやけど、その、俺と宮本さんだけか。うん。で、宮本さんはもう世界記録。俺は、ジャパンマスターズ優勝か。で、ノミネートされて、こう2022のを一応もらったね。で、2023結局もそれに和久、俺、宮本さん、和久、塩谷、ジーコはすごいよ。自分のついたわけない。その、ジャパンマスターズか。で、森くん、イビくんか。うん。7個よ。7個よ。2倍以上やっけね。どんだけ、トキワクラシックス、トキワマスターズが、いろんな、こう、世間に、響いた。大きく響いた年になってないかなと。その、まあ、中心になれたことは、なんか俺も本当誇りに思ってます。うん、でね、もう結局、2022のさ、もうこれもあって、まあ俺は2個持ってるんだけど、もうお腹いっぱいね。ちょっと本当正直本音。お腹いっぱい。うん。ちょっと俺もやっぱもう、肩がやっぱね、その、もう怖さからなかなか、痛い。うん、痛い。こう、やっぱこう、内戦っていうんかね。こうすると、痛いのが、もう結局、永久に続くと思うと、もうその、それだけで、心理的に良くないね。で、もう本当これで、ちょっと競泳の方は、一旦、やめます。ウェイトレーニングも、もちろんやめます。そして、本当俺の最後のこれの声ね。しっかり、北九州マラソン、2月の18、忘れた。2週目、3週目。そこにちょっとシフトして、燃え尽きて、ガツンとメス入れて、しっかり入院して、なんちゅうの、びっこ低いじゃないね。びっこ足やね。肩固定生活、リハビリ生活として、まあ、全部これ外れても、結局、まあ、どうやらまあ、半年間。まあ、激しい運動するな。と、この間、医者の人がね、親身になって、言ってくれたわけね。で、仲間を、しっかり応援しつつ、俺もモチベーションもらいつつ、なんか復活できたらいいかな、と思います。もうこのレースでも確信した。だけどね、やっぱね、なんかいろいろこう撮った写真とか見返したりさ、実はその日もうそれが試合もメイン、表彰式もメインやったんやけど、なんかまあ最後やし、なんか俺仲間称えたいなと思って、その強引に、飲み会をしたね。うん。で、その飲み会がもうなんかまあ、ずっと俺がこう仲間に入れたかったやつとか、新メンバーね、向こうからこう、ちょっとうちに入りたいですって言ってくれてるやつと、もうほんと心ゆくまで、飲んだんやけど、もうそれがなんかめっちゃ楽しくてさ、その、俺やっぱこのために、ちょっと俺やってんなと。うん、このために俺やってるわ。その、俺、人が喜んでんのがやっぱ、なんか俺、
人がやる気になってとか、人が、仲間が、なんか生き生きしてる話聞くのが多分俺、好きだよね。で、人がなんかチャレンジしてるとか、仲間がチャレンジしてるとか、もちろん俺自身もやるのが好きやけど、仲間が挑戦を始めたいとか、なんかそういうサポートをするのが、なんか俺好きなんだと思う。人のやる気をこう起こさせるとかさ。なんかもう昨日はほんとね、俺レースが終わって、表彰が終わって、俺もちょっとこれもほんとちょっともういいわ。うん。もうちょっと一回、ええわ。うん。もうほんと未練ないです。くらいな感じやったんやけど、やっぱりやりたくなったね。スポーツが好きやね。スポーツが好き。そして、このマスターズの良し悪しやったり魅力とかってさ、結局もう自分の時間使って、そのトレーニングして、もちろん追い込んだり、こう、いろんな知識を得たり、まあ、自分の時間を使って、競技をするっていうのは、まあ、とてもじゃないけど、簡単じゃない。で、基本みんな仕事もしてるわけだしさ。そんな、なんか集まり、そんな、その、集まり、そんな勇士たちの、なんか頑張りを見て、喜んでる姿見て、あ、やっぱやりたい。うん、それはもう、怪我なんかなければ、ずっとこの空間が、もう楽しいな、この空間が続けばいいな。もっとこう共感が、いろんな生まれればいいな。と、最後までしつこく飲んで食べて笑って、なんか感じたね。うん。最高やった。もうおかげさまでも次の日眠い。もう今日俺もバスの運転からやったけども、これはじゃあ2、3分くともやばいなってくらい。やっぱ、あともう久々、まあ、非公認から1ヶ月くらいかな。で、マスターズからも、マスターズなんか全然ないし、世界水以来。ね。で、日水連の試合は、どうも調べたらね、半年ぶりだよね。半年ぶり。となるとさ、もうものすごい、あ、しかも桃園であったけどさ、その、時はの選手にも、すごいなんか応援されるし、反響あったし、まあ、あとその選手を連れてきてる保護者やね。うん、その、年齢なんかも、その最終組だけ見ても、まあ、高校生やね。結局年齢なんか2倍プラス、2倍以上の、俺が、こう、なんかやっぱ、みんなに応援されるっていうのは本当、気分いい。うん。し、その、俺が高校の時とか、ちょっとそういうこう、40代とか50代の人が出てるイメージは全くなかったけど。でもやっぱこういう、うるせえ、ジジイスイマーみたいなやっぱいるね。うん。なんか、ちっちゃい子見てても、なんか俺のことは気になってる人も嫌やろし。で、なんかね、こんなもん もらえてさ、もしかしたらなんか動画で見たことある、なんかヒゲの人だと思ったかもしれないし、俺は、やっぱもう北九州の試合はやっぱいいね。うん。俺今日なんか何やったっけ、誰や。出てこん名前が、あの子は。
まあ、ある選手の子に、おお、昨日どうやったんって言って、コーチ室ね。いや、先生、もう僕ダメでしたって言って、その、そしたらもう兄貴が、もう実は最近それ、すぐ辞めたね。で、あ、そうやったらダメやったんか。まあ、でもそういう時もあるけどね。どの前に進もうって。うん。し、言葉かけて、あ、でも先生、なんかお兄ちゃん興奮してましたよ。いや、お兄ちゃん来てたん？お兄ちゃん来てたん？いや、来てないっすよ。でも、YouTube で、見たら、すごいレース見てたんですよ。先生も、石橋くんに、バッシュ、一心に勝ちましたね。つって。そう、俺実はね、もう、唯一、そのレースの、ハイライト、五条、俺の五条だね。俺、時安ネームで、最も、色気があり、最も、スプリントに優れ、最も、なんかみんなの中のスーパースターね。もう頑張りなさないし。その、石橋くんに、俺、勝ったよね。それがどうも、選手の中では、年齢も2倍、3倍いくらある。俺が勝ったのがなんかちょっと、衝撃的やったらしく、なんかこれすごい言われたのがね、ちょっと嬉しかった。うん。ほんな、石橋くんは、バッターなのにね、本当はね。俺がじゃあ逆に石橋くんフリーにしようとしたらもう、手も足も出らんけど。はい。もう本当やっぱレースからは何かをその吸収できるし、やっぱね、俺は本当年食ってる人に本当言いたいね。お、20歳後半でも30でも40でもさ、裸なって、レース水着着て、もうそれだけで、エントリーするだけで、グッジョブなんやけね。気分いいよ。気分いいよ。勝っても負けても、もうすごい疲労感があるし、もう本当にレースは健康を維持するにも、俺いいと思うよ。俺みたいにハマりすぎて、土壇場で絶好調の時に怪我さえしなければね。ダイブの練習は本当注意してください。以上。そしてすぐ、病院に行ってください。以上、ありがとうございました。Church has ever blessed our union. No state has ever granted us permission. Somebody has ever.